おはようございます。i 7ナの ZBG です。えっとですね、えー、動画のチャンネル登録者数が90人超えてました。皆さん、登録してくださって、そして動画を見てくださったということでしょうね。ありがとうございます。えー、85人達成の時の動画はね作ったんだけど出し忘れてましたね。それぐらいの意識の低下レベル、意識レベルの低下が起こっているのに登録者数は伸びていっているというのがすごくありがたい状況で。でね、なんだろうな。 あー言いたいことがあったんだ。もうそろそろね、僕のことを知ってる人間が登録し知ってる人が登録してくださってるはずなので、えー、と申告してくだされば、えー、賞金をですね、1万円、えー、差し上げるって話にしてたんだけど、もうそろそろいるはずなんだよなぁ。あ、おっとおっと、その話はまあいいや。うんとですね。 あのそう最近全然動画を出せていないんですよっていうのをさなんか60人達成頃から言ってるんですけど、まあ、地味に上げてるんですけどねなんかどれが人気出るんだろうなって分かんないんですよね、うん、で休みの日にこう楽器を持って楽器を吹いてみるんだけど別に万人受けしないよなみたいな感じでさそんな感じが続いてるんですよでたまにこう100回再生を超えるものが出てきたらあこれを受けたよかったんだってなるんですけどただなんか徐々のやつとか 音楽みたいな感じで、ドガーンと売れる風にはならないんですよね。だからさ、もうやっぱわかんねえんだよなーってので。でかくなる上は、この、ジャンルの違う動画も出してみるよって話なんですよね。例えば、レースゲームの録画して出してる動画とかも、そこそこ再生回数はあるんですよ。下手に楽器弾くよりは。うん、とかがあるんで、そういうのをやってはいるんですけど、なんかこういまいち、こう、それでいいのだろうかというのもあるわけで。 他にも、一人でさ、こっそりどっかお出かけしたりはするんで、人混みじゃないところにね、えー、そういうのもさ、録画したらいいかなと思ったんですけど、なんだろうな、そこまで撮影機材がちゃんとしたものもないわけですよ。うん。だから、なんかこう、基本的に困ってますよね、そこら辺はね。どんな動画出そうかなって、まあ、自分の部屋の中でできるような程度の動画を出したいと思ってるんですけど、まあ、いいのがないと。 であと、新しく楽器も買おうってう話を、実は85人達成の動画を、まあ、これからあげるんですけど、作ってるんですけど、まあ、実は候補がですね、あの、オタマトーンって楽器でね、あれいいよねってなったんですよ。あれいいよねってなったんですけど見ると、見る限りね、なんかね、電池効果らしいんですよ。でね、電池式のね、やつ、楽器好きじゃねえのよあの。ちゃんとした USB とかで給電するやつが好きだから、そういうの欲しいなって思っているんですけどね、ってな感じなんですよ。いやー、また愚痴になっちゃったよ、これ。 ちゃんと動画はこれから出していきますので、あもしいいのあったらまあ、チェック、確認、閲覧していただければなと思います。とりあえず90人ありがとうございました。